デュエル。始まりの宇宙、そこでは大いなる意志に反する者たちによって一つの宇宙が無数に分断される大亀裂という事件が発生し、分断されたブレインたちは時間の流れとともに様々な姿へと形を変えていく。大亀裂が発生した場所から誕生した世界、ブレイン・ザ・ゲート。ブレイン・ザ・ゲートの特性上、ここでは空間の制約をも超える技術が早々に発達したため、プレイン内の交流も比較的自由に行われていた。ところがプレイン・ザ・ゲートで奇妙なことが起きる。各プレインをつないでいたザ・ゲートのエネルギーが突如として失われてしまったのだ。プレインを超えてきた存在の多くは消滅、あるいは本来のプレインに戻されることを余儀なくされ、魔法やワープポータルのように異世界同士をつないでいた技術は一斉に作動を止めた。人々はこの事件、扉が閉ざされた人名付けた。そんなかすかな記憶すら忘れ去られた頃、アラド大陸の冒険者と呼ばれる者たちが、冒険者はアラド大陸の各地にある過去のワープポータルを探すたびに、扉が閉ざされた日以来忘れ去られたワープポータル、ワンダーと呼ばれ、冒険者たちが現れたことで失った力を取り戻し、異世界への通路が再び開かれた。見たいことができた。ご用命ください、我が主。お前はこれまで影の中に身を置きながら我が、しかしその尽力にもかかわらず、知っての通り王室の無関心、そして他の一族からの冷ややかな視線のおかげで、じわじわと根元から腐り出し、だが新たな好機が訪れて、先日現れたワンダーのことは、はい、あの神秘的な建造物を初めて見た時から私は言い知れぬな、わずかに残った家臣たちにさえ無益なことだと反発、そして先日手に入れた情報、あれこそが空間の制約を超越、想像してみてほしい。大陸の辺境に位置するこの地、我が一族がかつての栄光を取り戻、なぜそのような重要なお話を私に。決まっているだろう、お前を何百年と我が一族に仕えてきた家臣たちが、後継者が変わるたびに暗殺され、お前だけは変わらず我が一族へ。くの一よ、ただの暗殺者と見くびる者もいるが、初代はお前たちに忠誠と誇りに満ち、その約束通り今回の仕事を完遂、主、すでに王室や有力者、プリーストの教団や一、急がなければ先手を取られるぞ。これはワンダーの存在に気づき、それを調べて、レースで勝つには足の速さも大事ではあるが、時には
競争相手を減らすのも。この任務、命を懸けて遂行いたします。それはならぬ。そのような言葉を受け取るということは、それこそ必ず生きて戻るの。ここがベルマイア公国の首都か。噂通り白い建物ばかりだ。影を行くくの市とは相性が悪いな。あの者はまさか。気のせいか。やはりリストに載っていた顔だ。レミディア・カペラの糸、斧と炎の使い手と聞いたが、神の名を拝借。しかし漂うあの気配は何なんだ。あの気配が私の闘争心をかきたててくる。司教様の言う通りだな。偽装者と同じ黒妖精、スジュの一族に仕えるといい。なぜだ。気配は完全に消して。足音は消せても、こぼれ出る邪気は消せはしない。しかし真っ昼間から広場でこんな。バシリカは一体何をしているんだ。何の話だ。悪の気配。私はつまらぬ弁解など聞く気はない。神の炎で女子異端審問官という。自分の体にも同じ気が流れている。これ以上。The Desolution Imposter Challenge Round 1! ファイト！危ない！強化丸！豪華の術！と、はずが！来ない！燃えろ！避ける！こっちだ！と！火炎ジャック！少しは頭が冷えた。ランス2ファイト。危ない。少し前までの闘争心はどこに行ったんだ。ところでどうやって私の気配に気づいた。殺気が漏れていたのか。そのような手抜かりな。そういえば先ほどのような気づかれたことと何かか。おい、何の騒ぎだ。広告の兵士か。早く離れないと面倒なことになりそうだ。どこに行った。こっちに行ったのは確かだ。しかしこの先は。くそ、どうなってやがる。路地の外側を包囲している奴らにも連絡し。うまく巻いたか。今後に近くにいてもやはり私の隠れ身は問題ないようだ。それより包囲されているんだとか。こんなところに扉が。中は店のようだが。
ここは酒場？ん？そこは出入り口じゃないぞ。よくその扉を見つけたな。かん。あ、その。お気になさらないで。別に責めてるわけじゃないんです。それより兵士たちは行ったのか？バタバタとや。突っ立ってないですわ。事情は知らないが、困っている冒険者を。見慣れない格好ですわね。遠くからきつめたいビールはいかが？いや、結構だ。スジュから来た黒い。どうしてそれを。まあ、あちこち渡り歩いていたら耳に入ってくる。それにこんなところで地味な色の身軽な格好をしたところで、お前さんも天城のワンダーを。天城のワンダー？あら、知らなかったようで。ほう、本当に知らなかったのか。お宝やら何やらが隠されているとかいう変な猫も杓子も集まりやがって、町中が広場で乱闘騒ぎまであったらしいじゃないか。ま、そういうこった。ま、どうで。どうして私にそんな情報を。そりゃワンダーが現れたって噂ばかりで、まだ誰も実。それにその天城は。この気配は。しかもこちらに。どうした。見つけたわ。思った通りだ。さっき倒したやつと同じ。なんて血の匂いだ。あいつは一体誰なんだ。戦場。こんなに簡単に見つけられ。意志を持つ者たちはワンダーに村。意志。ここなら逃げられないでしょ。助けてくれ。だ、誰でもいい。なんだ、兵士が皆。おい、誰にやられた。黒い道着の男が。たった一人でこの数を。